こんにちは口ポッドキャストのですようやく夏が終わったのかなーって感じで最近ようやく涼しくなってきたよねもう少しで秋も本番かな今日は僕が最近読んだ本の話その本のタイトルは「金持ち父さん貧乏父さん」作者は日系アメリカ人のロバート清崎さん この本はタイトルの通りお金の話でロバートさんが子供の時にお金持ちのお父さんと貧乏のお父さんの二人を見たり二人からお金の話をされてそこから何を学んだのかそしてロバートさんが大人になるにつれてそれをどう生かしてお金を稼いだのかを話しているってのが大まかな筋書きかなロバートさんによると ほとんどの人はお金のために働いているけど、お金持ちはお金に働いてもらって、そこからお金をもらっているらしい。そして、お金持ちになるためには、お金のために働くことをやめなければならないと考えている。また、ほとんどの人は、働いて手にしたお金を、まずいろいろな支払い。例えば、 水道代、家賃、電気代とかに使ってしまって、残ったお金から欲しいものを買ってる。でも、ロバートさんは働いたお金は、まずアセット。あ、僕は英語で読んだんだけど、日本語にすると資産かな。資産というのは、不動産とか、株とか、債券とか、いわゆる投資するもの。 そして、放っておいても勝手にお金を生み出してくれるもの。文字通り、僕らのために働いてお金を稼いでくれるものだよね。ロバートさんは、手にしたお金はまず資産に変えて、残ったお金から家賃とか水道代を払って、さらに残ったら贅沢品を買えって言ってるんだよね。そうすることで、 以前買った資産がまたお金を生んで収入がどんどん増えてお金持ちになれるってわけまあ資産に投資して家賃払ってもさらにお金が余っている時点で普通に最初からお,かお金持ちじゃんって思っちゃったけどこのロバートさんの意見は正しいよねこうすれば金額は小さいかもしれないけれど自分が寝ていてもお金が入ってくるんだから 他にもロバートさんは、税金の歴史と仕組みとか、どうやって自分のビジネスを始めるかとか、お金の増やし方全般について話していたり、学校へ行くって意味ではないけれど、勉強することの大切さについて、英語版だと350ページぐらいずっと話してるよね。350ページって聞くと多いと思うかもしれないけれど、 実際にはあっという間に読み終わったよ。いろんなことを話しているけど、第2章かな。結構最初の方で話している金融リテラシーをつけようってことが結局一番大事なのかな。あ、日本語ではカタカナ発音でリテラシーね。そして、どうもみんな金融リテラシーを底上げすることこそがこの本の。 そしてロバートさんの今後の人生の最も大切な目標みたい。金融リテラシーって大事だよね。僕もニーサとかふるさと納税とか、あの日本の投資とか税金を節約する制度を使っているけど、いつももっと早く始めておけばよかったって思ってる。そしてロバートさんは学校でお金がどう社会の中で動くのかについて 教えてくれないことを嘆いているんだけど、これには僕も大賛成。なーんにも教えてもらってないよ <laughs>。仕方なく会社で働き始めてから先輩に教えてもらったり、インターネットで調べたりしてるけど、勉強しないといけないことがたくさんあって時間が足りないな。こういう経験があるから、僕はこの本はできれば高校生くらいから、 大学生のうちに読むのが一番いいかなって思った。まあ社会人でもできるだけ早く読むのがいいんだけど、そしてこれは僕個人の意見だけど、この本を読む時は自分が今勉強している言葉で読んでみよう。みんなだったら日本語でだね。そうすることで、 お金の勉強と言葉の勉強を同時にできるよ。この一石二鳥の話はエピソード4か5で話したからまだ聞いていない人は聞いてみてね。今日はここでおしまい。今までで一番長いエピソードだね。疲れたー。今回もトランスクリプトと難しい単語解説はパトレオンから。 1>, 1ヶ月5ドルで読み放題ダウンロードし放題だからみんな登録よろしくじゃあまたねバイバイ